はいどうも、アルティメット工房のサミです。今回はのんちゃんが体調不良のため私一人で撮影をしております。今日紹介するのはこちら、ポポロの12月号です。気になるワードがいくつかあるんですけど、一番上、ときめきマックス特大ピンナップ、キング&プリンス笑顔の天使、ストーンズ危険な眼差し、まあ、ここがなんか対になってるのかなという感じですね。そして一番大きく映っているのがキング&プリンス1、全力ハグ、ぶりっこ、抱っこ、オールリクエスト祭り、まあ、全50枚って書いてあります。2、平野翔独占連載スノーストへの思い、3、神宮寺勇太22歳裸の履歴書、他どういうことみたいな。はい、あとは映画ブラック校則の佐藤勝利くんと高橋海人くんの2人が載っております。仲良し対談、恋愛禁止って古くないって言っておりますが、まあアイドルの皆さんはやっぱり恋愛禁止というのがまあ鉄則みたいにはなってるとは思うんですけれども、まあ、恋愛禁止って古くないと言っております。まあ以前グループ内恋愛が禁止というふうに報道されたこともありますけれども、どういうことなのかなっていうのはこれを見ればわかるんじゃないかなと思います。では早速この大きいピンナップポスター、よいしょ。はい、キング&プリンスの5人のメンバーが載っております。これね、6人だったらこうバランスよくこう6人並べたんじゃないかなって思うんですけど、この5人を応援することも岩橋くんのファンの皆さんにとっては岩橋くんの場所をね確保するということにはなると思いますので、変わらずにね応援していきましょう。そして裏側はストーンズの皆さんになっております。個人的にこの永瀬くんの髪色すごい好きです。私ね結構赤系の髪の毛の色が好きなので自分もよくやってます。私も前は黄色系とかにしてたんですけれども、最近はずっと赤系にしてもらってます。私がいつもお世話になってる美容師さんもここのチャンネルで紹介できたらいいなとも思っておりますが、まあ気になる方がいましたらね、ツイッターでも来てください。じゃあ次のページ、全員で全力ぶりっこしてくださいっていうリクエストが来ておりまして、こちらにね、リクエスト答えてくれてますよ。オールリクシャ祭り&5人からみんなに恋のリクエスト。女の子に頼られたらその全てに答えてあげたい。ツイッターで募集した読者からのリクエストポーズにキング&プリンスがたくさん答えてくれました。あなたのリクエストは入ってる？5人が女の子にリクエストしたい恋の15項目も必見です。まあ、世間一般のキング&プリンスのイメージといえばこういうね白い服じゃないかなと思うんですけれども、もう皆さん白い服を着ていらっしゃいます。そして高橋海人くんはね、なんかこういうポーズをしておりまして、まあ、神宮寺くんはこれハートなんかな、ハートを作ってます。平野くんはこういうやつ。私はもう普通にピースしちゃうんですけど、最近の女子高生はもうみんななんかこういう感じのピースしてますね。はい、平野くんはこういう感じ。永瀬くんは、まあ、全力ぶりっ子といっても、まあ、いつもと変わらんくないみたいな感じなんですけど、なんか普通にね、あ、萌え袖ですわ。こうやってやってますね。あ、まあ永瀬くんなりの全力ぶりっ子ポーズなんだと思います。岸くんも神宮寺くんと一緒でこうやってやってます。神宮寺くんはさ、こうやってちょっとハートっぽいかなって思ったんだけど、岸くんに関してはもうただのグーポーズよね。今のがリクエスト1なんですけど、リクエスト2、みんなの小顔ポーズが見たい。小顔ポーズといえばやっぱこれとか、これとか、あ、これとか、これはもうちょっと前に流行ったかなみたいなポーズなんですけど、あとは神宮寺くんに関してはもうね、テロップでこれで合ってるって出てるぐらい、なんかこういう感じ。いや、それで合ってるのかなって思う。リクエスト3、全員にサングラスかけてほしい。まあ、ハート型とかね、花柄とかね、いろんなサングラスかけておりますけれども。あとは、リクエスト4、サングラスかけて決めポーズしてほしい。キリって感じで。まあ、大体やるとしたらね、サングラスをここに下げてね、なんかこういう感じですね。はい。リクエスト5、指ハートして。まあ、大体さっきの感じなんですけど、平野くんに至ってはなんかもうつまんでますからね。高橋くんはただの指差しですから。リクエスト6、可愛くあっかんべーしてほしい。一番いいのは永瀬くんのあっかんべーですかね。やっぱ岸くんは変顔になりがちですよね。
リクエスト7、全員で全力変顔してほしい。いや、この中だったら、この5人の中だったら、一番変顔は私的に神宮寺くんかなって思います。リクエスト8、全員でウインクして。平野くんと高橋くんに至っては、集合写真で眩しくて目つぶっちゃいましたみたいな感じになってます。コンビ&トリオ部門、キング、ダブルユータ、少年など、コンビ&トリオ部門もたくさんのリクエストが。キングのうさ耳ポーズをしてください。平野くんを枕にして高橋くんを腕枕してあげてほしい。翔くんとレン君がカイト君を可愛がるところが見たい。翔くんとカイト君で頭ポンポン。神宮寺君と岸君で満面の笑顔でハグ。神宮寺君と岸君で切なポーズ。切なポーズってこんなんだっけ？少年でお姫様抱っこして。お、リクエストダントツ1位だったのがこちららしいですね。岸君と仁君でおんぶしてほしいです。きっと体重は同じなのでどちらが下かは本人に決めてほしい。レン君が岸君のほっぺにチュー。岸君はチューされる側なのになぜかする方に思わぬショットが撮れましたっていう風になんかなってますよ。レン君とカイちゃんでカメラに向かって壁ドン攻めして。あ、これいいですね。壁ドン攻めってこれでいいのと悩みながらも二人で爆イケショット。二人がこうやってやってるんですけど、どっちの壁ドンにする？皆さんだったら、永瀬くんの壁ドンと高橋海人くんの壁ドンどちらがいいですかね。平野翔くんと永瀬廉くんが笑顔で見つめ合う。これ需要あんねやって言ってる。ダブルユータの爆イケポーズを見せて。岸くん、こういう時ふざけがちよね。廉くんと海人くんでお互いのほっぺをむぎゅう。キングでとびきりの笑顔でアロハー。あ、アロハっぽいわ。アロハっぽいこういうなんか鼻のやつをかけてます。そして最後にソロ部門。レン君に白衣&インテリメガネでクールに決めてほしい。いいですね。白衣にメガネ。神宮寺君の下ペロが見たいです。岸君がお姉さんを誘惑する時の顔が見たい。カイト君に上目遣いで甘えてほしい。あー、いいね。なんか猫っぽい感じになってます。平野くんの全力笑顔が見たい。コンサート DVD でもね、こういうショットありますけど、全力笑顔のショット。さすがですね。キング&プリンスから女の子にリクエスト15。外見、性格、デート内容まで5人の理想が丸分かり。こちらはクエスチョンだけ紹介したいと思います。1から15まで。1、彼女にしてほしい髪型や髪色は？ 2、彼女にしてほしいメイクは？ 3、秋デートで着てきてほしい洋服は？ 4、秋デートで行きたい場所は？ 5、カラオケで女の子にリクエストしたい曲は？ 7、彼女の手料理で食べたいのは？ 8、女の子に言われて嬉しい一言は？ 9、おうちデートでしたいことは？ 10、女の子には甘えてほしい、おは甘えたい。11、ハロウィンで女の子にしてほしい仮装は？12、クリスマスに彼女からもらいたいプレゼントは？13、付き合うならインドア系彼女、オアアウトドア系彼女。14、やきもち焼きな彼女はあり、なし。15、付き合いたいのはしっかり者、オア放っておけない系。大きくキング&プリンスの皆様が載っておりますページが、いつかジャニーズを世界共通語に、海外進出に向けた大きな一歩。世界各国で放送されるソングオブ東京にキング&プリンスが初登場。番組収録に密着&世界進出への意気込み、先輩たちからのエールも届きましたということで密着が載ってます。ちょっと話題になってましたね。15分ノンストップメドレー。一応さ、この構成6人で考えたっていう風に出てたので、岩橋くんのそういう存在をね感じられることが嬉しかったりしますよね。そうやってね、6人で何々しましたとか、6人で考えましたとか。確かそのセブンイレブンとキング&プリンスのコラボしたケーキも、6人で考えましたみたいな風には言ってくれていたなと思うんですよね。なのでこういうファンの人にとっては、6人でこういう演出を考えましたとか言ってくれると、あ、一緒に活動してるんだなっていう風に感じられて、私はとても嬉しいなって思ってます。はい、来ました。佐藤勝利くんと高橋海人くんのブラック高速コンビですね。ずっと仲良し対談、ボケとツッコミ、真面目と天然、正反対コンビのデコボコトークということで、佐藤勝利くんが海人って俺のファンでしょって言ってます。まあ、間違いじゃないんじゃないかな。映画、ブラック高速で初共演となった佐藤勝利と高橋海人。同じ高校に通ったという共通点を持ち、
これまでもあらゆる場面で同じ思い出を共有してきた2人の可愛すぎるコミカルトークを楽しんでくださいということでね、対談が載っております。高橋海人くん、僕は人間力で勝利くんにはきっと勝てないなって言っていて、一方佐藤勝利くんは、海人は俺の性格を結構分かってくれているよねと言っております。そして次のページはデビュー20周年特別企画、嬉しいことも辛いこともポポロで語ったその時々の胸の内、5人からの愛の言葉ということで、これはねキング&プリンスではないんですけれども、ここまで聞けば誰かは分かるんじゃないかなと思います。デビュー20周年を迎えた嵐さん、これまで5人には様々なインタビューに答えてもらいました。気持ちが伝わる名言を味わってくださいということで、嵐さんのページになってますね。若い時の写真から今の写真までいろいろ載ってますね。それがメンバー別で誰々編みたいな風に載ってますので、ここはファンの方々は絶対に見るべきページではないでしょうか。というわけで次に行きたいと思います。メンバーだからここまで撮れた全118枚お宝ショット大公開、とりあいっ子写真大賞2019最新版ということで、キング&プリンスの方々も載っております。ベストスマイル部門には平野翔くんが選ばれておりますね。あとは永瀬くんと高橋海人くん載ってるんですけど、永瀬くんも高橋海人くんもまあぼやけてる。永瀬くんの方が前にいて、まあ後ろに高橋海人くんいます。まあ普通だったら永瀬くんにピントがあって高橋くんぼやけてるみたいな感じなんですけど、なんかこの写真はもう両方ともぼやけてる。そして次、禁断のセクシー部門、神宮寺くんが撮った岸優太くん B筋は首筋っていう意味なんだけど、最初に撮った時寄りすぎてどこ撮ってんだよって怒ってた。でもこの首筋は正面からは絶対に撮れないセクシーカット、まあ、確かにめっちゃ近いはここですね。はい、ここをここら辺からも撮ってますね。これはメンバーにしか撮れない写真ではないでしょうか。逆に岸くんが撮った神宮寺くんのお写真 Don't touch me、 神宮寺くんはおっぱいをこうやってやってますね。はい、次、衝撃面白部門、こちらには平野くんが撮った高橋海人くんのお写真ザ・カイト、うんっていう写真が載ってる。逆に高橋海人くんが撮った平野翔くんのお写真も載ってますね。タイトルは座りながら寝ている平野、まあ、タイトルまんまです。電車人気コンビ部門、こちらには岸優太&神宮寺優太のツーショットが載ってるんですけど、なんか岸くんがすごいガチャピンみたいなショット。お、最強運勢は誰、ジャニーズ人相診断、うっとり見とれるほどのイケメン揃いの J スター、かっこいい上に運勢も強いらしいということで、恋愛傾向から仕事運まで気になるスターの人相から診断しちゃいました。眉、目、鼻、口、顎、こちらでわかるみたいなんですけど、まず何がわかるかっていうと、眉毛は性格がわかるそうで、目は恋愛傾向が出る、鼻は金運が反映される、口は人気運が見える、顎は仕事運がここにということで、この5項目からジャニーズの皆さんを診断しております。こちらで診断されているのがキング&プリンスだと平野翔くんですね。他にも平成ジャンプの山田くんとかセクシーゾーンの中島健人くんとかいろいろ載ってるんですけど、まあこの眉毛はどういう感じ、鼻はどういう感じみたいなね、その5項目ちゃんと説明されてます。パーツでわかるスターの深層心理&運勢、こちらには神宮寺優太くん、高橋海人くん、岸優太くん、永瀬廉くん載っております。胸キュン湧き出る妄想の泉、毎月みんなからの投票で妄想シチュエーションにぴったりなスターをランキングで発表、テーマは秋ピクニックデートに一緒に行きたい J スターはということで、デビュー組は、1、2、4位に King&Prince のメンバーの方が入っております。J ソングベストステージ、テーマに沿ったとっておきのジャニーズソングを大発表、今月のテーマはカラオケで盛り上がる曲は堂々の1位、 King&Prince のシンデレラガール、みんな知ってるし知らない人でも乗りやすい、 PV でも盛り上がる、友達とカラオケ行くと必ず歌う、最近はカラオケの一番最初と最後の2回歌います。わかる電車の中とかバスの中とか聞きながら移動するんですけど、ずっと聞きまくりすぎてもうハモリまで覚えてしまうというのはよくありますね。まあ、そこまでさ、キング&プリンス知らない人とか曲全部知ってるわけじゃないけど、シンデレラガール一緒に歌えるよみたいなこと一緒に歌った時にハモ
無理をすると、まあちょっと惹かれますよね。カラーで平野くん単体の独占連載、デビューへの重みを改めて、デビューは上下が出る世界、僕は誰にも負けたくないということで、いろいろね語ってくれてます。次のページは神宮寺勇太くんの大きいお写真と、あとはこっちのページに 1,2,3 枚写真が載ってます。神宮寺勇太、10月30日で22歳を迎える神宮寺勇太のスペシャルソロページ、プライベート仕事面で新しく挑戦したいことや、デビューして1年以上経った今の心境を神宮寺らしい等身大の言葉で語ってくれました。神宮寺くんのファンの方は要チェックかなと思うんですけど、俺の彼女になる人は三半規管が強いことが条件とおっしゃっております。誕生日に関してはメンバーが祝ってくれるのを密かに期待しておこうかなと言ってますね。フロムショー、フロムレン、フロムカイト、フロムユータ、ケイ、キシ君ですね。この4人からお祝いのメッセージが書いてあります。神宮寺くん、自分らしいジャンルで露出を増やしたい、ステージに立つほど絆が強くなってる。これはファンの皆さんも感じるところではないですかね。ステージを見るたんびにこうみんなの絆が強まっていってるっていうのを、本人たち以上に見てるファンの人は感じてるんじゃないかなと思います。King&Prince Days、 リクシャ祭り&5人から女の子へのリクエストいかがでしたか。おまけページでは舞台ジャニーズアイランドの制作発表を早速レポート。平野くんすごいこと言ってます。ライブ中は俺だけを見てればいいんじゃないってすごいすごいいいですね。あのアイドルだからこそ許される発言だと思います。カイトくん、久しぶりに泣いたっていうぐらい感動した舞台だったよということで、岸くんと神宮寺くんのドリームボイス見に行った時の感想を述べてくれてます。今年のジャニーズアイランド、通称ジャニーアイはキングが主役、見る人を幸せにする舞台に、舞台ジャニーズアイランドの制作発表に平野永瀬海斗が出席。今年はキングが主役となり、ハイハイジェツ、美少年らとともにジャニーさんの全てが詰まったジャニーアイを演じる。平野は子供たちが笑顔で暮らせる世の中にしたいというジャニーさんの思いを引き継ぎ、舞台を見て一人でも幸せになって帰ってもらいたいと意気込みを綴っているので、こちらもね、ぜひご覧になってください。オフショットも載ってます。はい、ということで少し長くなってしまいましたが、今回はポポロの12月号を紹介させていただきました。喋りすぎて声が枯れ始めておりますので、今日はこの辺にて失礼したいと思います。以上、アルティメット工房のサミーでした。